ニートを更生させるリスナー、いやまあでも別にニートを更生させるリスナーがいたところでニートは更生しないからニートなんだよ。うんうん、日曜さってこんな地獄だっけ。いや全然、日曜の朝から爽やか、すっきり爽やかな朝を迎えるためにみんなに用意してる配信だけど、ニートたけし、マジでビートたけしさんに謝った方がいい、そのコメントだけは。もうリスナーさんがメトを正してくれるように、メトも絶対に君たちのこと正す。日朝さん初めて見たんですけど楽しいですね、まあ、そう言っていただけたらもうほんとそれがもう何より幸せ、一番嬉しい、ほんとありがとう。じゃあメトちは社会に謝って、まあ謝って済むなら、まあ謝らんこともないけど、謝る？社会の皆さん本当に謝りません。謝るわけねえだろ、バーカ。謝るわけねえだろ。ダメかな。これ一発ビン出していい。マジでウケる。ニートはね、変わらないからニートなんですよ。やっぱ変わらないものっていいじゃないですか。だって奥花子も言ってるやん、変わらないものを探していたみたいな。あの日見つけた知らない場所へ、君と二人で行けるのなら僕は今すぐ君に会いたい。奥花子も言うんだよ、変わらないもの探していたって。探すんだよ奥花子も。イフに行ってもダメ。ダメか。ダメか。こんなことに奥花子は確かにごめんなさい。すごくいい曲ですよね、変わらないもの。うん、人の言葉盾にしやがって。まあ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 、そういう時のために時をかけるニート。時をかけてもニートはニート。やだな、いつの時代もさ、はあ、あの頃に戻りたいなっつって、あの頃に戻りたいな、よし戻っちゃうか、ポチッつって戻ってもまだニートなの。働かないもの。どの頃もニート、全部ニート、全盛期に戻ってもニート、変わらねえ。やっぱ変わらない場所があると安心するでしょ、みんなも。なんかだからね、こういうことなんだよ。メトのさ、メト結構初配信の時から今年は進化するって言ってた。いやでも別に今も昔も地球の底辺を守りに来たっていう意識は変わってないから、そのなんだろう、みんなにやっぱ下には下がいるんだよってメトを見て安心してほしいの。俺今年留年しちゃったとかさ、就活全然ダメだったとかさ、なんか課題出せなかったとかさ、そういうことで落ち込んでほしくない、別に。うん、メトを見て安心してほしい、マジで。こんなにもダメなやつがいるんだぞ。そんな配信目的だったのか。いやそりゃそうよ、みんなに勇気を与えたい、愛と勇気と小森メト。メトちゃんプロジェクター映して映画鑑賞しない？あ、メトちゃん壁役ね。お前今一番言っちゃいけないこと言ったな、一番言っちゃいけないこと言った。絶対許せない、お前だけは。
絶対許さない。フラットだから見やすそう。うん、 A が歪まなさそう。いや、まあそのコメントはマジで100歩譲って全く怒ってない。全然いい、全然いいわ。もうそのコメントはマジで全然怒ってないからね。やばい、なんか落ちちゃった。音出てますよ。あ、やばい、入っちゃった。つくえさんがかわいそうでしゅー。つくえさんが泣いちゃうじゃないですか。その叩いてるものは自分。お前たい、いい加減にしろよ。悪い、おい悪い、やめろや。なんでなんでメトがちょっと可愛い声出しただけで怒るの。メトちゃんはゴリラじゃないのでしゅ。ほなほ、ほな皆さんコメントで怒るのやめてくださいでしゅ。